すみません、お待たせしてしまって。捻挫の方は大丈夫ですか？はい、処置していただいたおかげでだいぶ痛みも引いてきました。そうですか、よかったです。じゃあ残りのすり傷にガーゼを当てておきましょうか。こんなにあちこちすりむかれて一体何をされていたんですか？ああ、今日ショーで使う射出装置の調整をしていたんです。射出装置？はい、猿に乗るとビヨーンって大きなジャンプができるんですよ。でもさっきルイ君がテストしてる時にビューって強い風が吹いて、それでこうした怪我をしてしまったんです。そうだったんですか。ショーをやるのって大変なんですね。ええ、確かに大変なことが多いですね。大道具作りや運搬も体を使いますし、今日みたいに天気が不安定な日だと装置の調整も必要ですし。ですが。でもでも、すっごく楽しいですよ。みんなと一緒にやるショーは一番楽しくて、大変でも毎日だってやりたいくらいなんですよ。特にルイ君が考えてくれる演出はどれもワクワクしてすーっごくワンダフルなんです。ああそうだね、やりたいと思えるショーを存分にできて僕も幸せだよ。やりたいと思える、またあのもやもやした感じ。ん？朝日奈先輩？どうかしましたか？あ、ううん、なんでもないよ。でも素敵だな、大鳥さんも神代さんもやりたいことに向かってまっすぐ努力できてて、私はそういうの全然なくって。え？どうしてそのように思うんですか？どうして、どうしてかな、なんとなくですかね。なんとなく周りを見ていて、みんなで希望を届けたいって思ってここまで頑張ってきたから、みんなでプロになるためにできることは全部やりたいって思ったんです。そう思ったんです。私には本当にやりたいことなんてないって。あれ、私ちゃんと笑えてる？朝日奈先輩。